はい、えっ、ー、と、情報検証研究所の7月の4日です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、もう今週はもうなんかあんまりいろんなことが動いてない週なんですけれども、うん、えっと、とりあえずニュースに出てるところで言うと、うんとふるさと納税。はい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 。えー、ポイント付与のサイトを通じた寄付を募集禁止しますと。うん。うん、いうのが出てきて、で、うん えっと、まあ、これはあの、楽天とかね、あの、サトフルとか、まあ、いろんないくつかのサイトがあって、そこで、あの、ポイントをつけてあげますということで、うん、その、サイト同士では競い合ってるわけですよね。うん。いうことなわけですが、でも、これ、楽天はもう、あの、三木谷さんが先頭に立って、もう署名活動をやって撤回しろと。うん。まやっていますと。で、一方で、この、ふるさと納税のサイトの中でも、その、サトフルとかですね、まあ、いくつかもう賛成だと、うん、ういうことを言ったりと、と、うん、いうことになってますが、 うん、まあこれもうふるさと納税はともかくなんかね、いろいろとこうギチギチにあの規制を厳しくして、制度を厳しくして、やりづらくするということを、ここしばらくやってきていたんですが、その一環みたいな感じですね、これは、うん。だからまあ、あのー、政府の側は当然、これ、税の話だから、真面目に考えるのは分かるわけよ。うんうん わかるんだけども、その一方で、だからといって、返礼品なんか、えー、寄付金に対する割合であるとかさ、いろんなことをガチガチ縛るのが、本当に正しいのかっていうと、やっぱそれは違うよね。どう思ういや、競争すりゃいいじゃないですか、と。うん。ね、っていうのが基本だと思うんですよね。で、うんあの、自治体同士で競い合って、寄付を集められるところはたくさん集めたらいいでしょう、と、うん、いう仕組みでもともとスタートをしてるわけだから、 競争をできるだけさせないようにすると、ま、だ結局これもあの旧自治官僚の考えそうなことですよね。そうなんだ,よ、ね、だから、だからやっぱりさ自治体の側からすればそれで税収増える以外にさ、うん、まあ言い方悪いんだけど、自分の地域の魅力は何なのかとかさ、えー、やっぱりビジネス上どうなのかとかさ、いろいろそこで学べるわけじゃん。ね、で、でそのたちの悪い返礼品とか、あまりに高額すぎる無理した返礼品なんて長く続くはずがないじゃん。うん そういうのは、いずれ淘汰されるわけだからさ。だから、ある意味で、なるべく自由にした方が、本当は地方のためにもいいはずと思うんだけども、こ、うん、こまでガチガチ縛るとさ、本当に何なんだろうって感じがするよね。そう。せっかくね、この,あの、政府の仕組み、自治体と国との仕組みなんだけれども、その民間のサービスがこうやって出てきて、でサイトで一生懸命、このなんかね、ふるさと納税ってなんかの、 あの宣伝までいろいろやって、盛り上げてくれてやってるのにね、うん、こうやって邪魔をするわけですよね。そうだからやっぱり、自治省って改めて自治省だなっていう感じがしちゃうよねあだこれあの、最初にふるさと納税入れたときって、あのうん、菅総務大臣ですね、第一安倍内閣の時きで、旧、うん、自治省は当たり前だけども、これ、もともと反対なんですよね。それがなんか、こうだん,だん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 ね、もあの,もあのできるだけやりづらくする方向に。そう ししよううとててるっていうそんな流れですね,これねなんか地方交付税でブラックボックスでさ、手取り足取り自分たちが差配するのが好きな連中だから、まあしょうがないんだけどさ、なんかもう、うん、呆れて物は言えない。うん、まあや、な。まあこれはそんなことですね。うん。まあ、あのなるほこれ楽天頑張ったらいいじゃないですか、これ。うん。ど、うんどんどんどん頑張った方がいいと思うよ、僕はね。うんうん、他のところが賛成してる理由がよくわかんないんだけどね。 うん、まあ,あのん、なんだろう、えー、とそのポイントをつける競争で、有利不利の問題っていうのもあったのかもしれないけれども、うん、まああまり政府に立てつかないんでしょう。なるほどね、なるほど、ねうん。っていう気がしますね。しなきゃまあしょうがないね、うん。はい、これはそんなことですね。はい それからあとはあ、年金改革の議論っていうのが、まあ、ちょっとずつ動きつつあって、年金の,あの財政検証っていうのを、うん、あのやることになってますけどこれはあの、はのうですね、7月の3日に厚労省が年金部会で公表して。 でえー、とその今日もまたその、えー、とあの財政検証についての報道もなされていますということなんですが、この財政検証をやった結果を踏まえて、来年、年金の制度改革についての法案が出されるという流れになっていくんで、これからその制度改革の議論がなされていきますということなのですけれども、基本的には、もう抜本的な制度改革とかはね全然や,やらないと。 うん、前提の財政検証ですね、だからもうなんかね、あのちっちゃなその小手先みたいなあの改革案、改善案のシミュレーションをやってみましたということで、支払いの期間を5年間延ばすとかね、なんかそういうのをいくつか並べてやってみましたというのを出したわけですが、ただ、この5年の延長については、もう来年の改正は見送りだというのも報じられているので、まあ、いくつかそのちっちゃな、ね、その改善、こだまを出した上でもうそのうちのいくつかやらないと。 といいいううなってるこでだからさ、まあ、厚生労働省にもともと多くを期待するのは無理だから、うん、まあしょうがないんだけど、やっぱり昨日発表された財政検証を見て、改めてちょっと深刻だなと、個人的にはさ、すごく感じるわけだと、うんまあ。とりあえず、えー、年金保険料の支払い、5年間延ばすっていうのがなしになったのはいいんだけども。 で、まさに原君も言っててるように、じゃあ、そもそも改善で、えー、頑張って政府が約束した、えー、年金の取得代替率50%を将来も維持しますと言ってるだけなんだよね。うん、で、まあ、そのためにいろいろ厚生年金のカバレッジ、加入者を増やしていこうということをやっていて、まあ、一生懸命改善努力しましたね。 っていうことを示してる。だからそこはまあしょうがないと思うんだけども、僕ね、一番ムカついてるのが、今回の財政検証ってさ、基本的に厚生年金加入者についてやってるじゃん。うんうん、でしかも、えー、専業主婦がいる世帯っていうさ、昭和的な世帯対象にしてるじゃん。うん、でも、現実、全員が厚生年金もらえてるわけじゃなくて、当然ながら自営業者とかさ、うん えー、そういった方はさ、えー、国民年金だけじゃないですか、うん、でそういう方々、当然あの、1人6万8千円ぐらいだから、あの夫婦でも13月13万ぐらいなんだよね、だから年金の絶対水準がそもそも低いわけですよ。うん で、で、その状況で国民年金だけの人がなくて、厚生年金2階建て両方入ってる人、しかも専業主婦世帯だけをやってて、そういう年金の絶対水準が低い人はかなりいるにもかかわらず、そこどうするかとのをしっかりやってないっていのは、ちょっとまずひどいよね、と。うんえー、まあ、ついでに言うと厚生年金含めた水準だって、やっぱり残念ながら、諸外国より年金の水準低いわけですよ。うん で、じゃあこの部分をちゃんと増やしていくっていうことを考えないといけないのに、なんか制度の維持、取得代替率50%維持ばっかりになっちゃってるから、非常になんかずさん、いい加減、えー、小手先だよなと。うん、で、加えて言うと、じゃあそういうふうに年金の水準、支給水準を高める、将来も持続可能性を高めるためには、やっぱりしっかり改革をしないといけないはずで、で、僕は何よりも産後非保険者。 つまり専業主婦は保険料を払わないでもらえて、本来おかしいからさ、でこれが百三十万円、年収130万の壁とかになってたわけだから、早くこういうのを取っ払うのをやるべきなのに、えー、こういう改革、しっかりした改革をやろうっていう感じは全然ないと。うん、だそれでなんか機械的に改善繰り返しましたっていう計算だけ示されても、それは経済成長率がある程度維持できればさっと、なんとかなるかもしれないけど、それだって分かんないわけですよ。うん だからちょっとねなんか、だからやっぱり厚生労働省だけではこれが限界だから、早く政治の側がしっかり大きな改革をして、そもそも年金の支給水準を高めると、うんえー、で将来の持続可能性もしっかり高めると、両方やんないとダメだと思うよ、うん、いやそうなんですよね。だから、あのー そういう、その持続可能性、その将来的に、その年金財政がしっかりと維持できるようにするための改革っていうのは、その今言われたようなね、その産後表険者の問題もあるし、それから、あとは支給年齢ですよね。そう。これだけその日本はね、その寿命が各国と比べても長くなってるのに、あの、アメリカよりも低い支給年齢になってるの、これはもう明らかにおかしいわけで、いや、それは、だこれまで、その高齢者に忖度をして政治が、うん そこは動かないできたということだったわけですね。それから、その専業主婦に関しても、これも政治的な忖度でやらずにきたわけですよね。だからそこの問題っていうのをなんとかしないといけないということなんだけれども、うんうん、で残念ながら今回の財政検証では、そういう、いや、それ変えれば、こんだけ年金財政がよくなるんですよというようなシミュレーションすら示さないわけですね。全くやる気がないんですよね。そう。で、本当にさ、高津腹立つのが、自営業者とかは国民年金だけなのよ、一、うん、回出すだけなわけよ。うん それをさ、なんか、まあ、国民年金は将来支給水準下がるぐらいの感じで終わらしちゃってさ、厚生年金でっていう方ばっかりメインにしちゃってさ、うん、自営業の方、国民年金だけの方、かわいそうだよ。うん。ひどいなと思う、本当に。うん、なんか日本の大半はみんな厚生年金なんだ、入るべきなんだっていう、なんか、意思じゃん。 で、それならば、あの、厚生年金加入のさ、ええー、まあ、人の要件どんどんこれから取っ払うじゃん、労働時間とかしてとか。うん、ならもいっそ全国に入れた方がいいよ、自営業者も含め。うん。なんか本当に小手だけではがはつ。うん。と思うんですけど。そうですね。いや、だからね、その、いまだに、その、厚生年金、その、会社勤めをするのが標準ですと。うん、それで、あの、なおかつ、その、一家の大黒柱で、 お父さんが働くのが標準ですっていうね、もういつの時代の話ですかと、うん、いうのをモデル世帯として、いまだにその所得代替率なんて言ってるわけですよね、うんそうまあ、だからさ、公務員の皆さん、自分たちの家がそうだから、そういう感覚なのかもしれないけども、うん、ちょっとね、非常識がもう、とわすぎると思うよ、僕は。うん、こんなん示されて、これで大丈夫です、所得代替率50%とか言われて、誰が信用するんだよって思わない、うん と思います。だからこれじゃ、若い世代の人の将来不安なんかは全体払拭できないから、それは出生率も上がんないよ。まあ、ついでに言うと、この計算出生率もさ、えー、これから高まって1.3いくつになるとか、そういう前提を置いてるけど、それ本当かって思うしね。うん。そうですね。そう。だからなんかあの、今回のその経済成長率についての前提の置き方っていうのも、相当、あの、うん、なんかあの、変な、あの、設定の仕方になってますよね。 うん、あのうまくいったケース2つっていうのと、それからあ,あんまりうまくいってないケース2つっていうのに、ね、がすごく激しくて、うん、そうなん,だよ、ね、なんで,であの失敗したときには相当まずくなりますよねという前提のシミュレーションになってるんで成長率の方もなんも現実的な数字作ってるようなふりをしてるけどさ、うん、意外と実質成長率が1%超えるのをずっと続けるのもさ、今の日本の経済の生産性では大変と思うからさ、うん、やっぱり気楽に見えちゃうんだよな。 えー、これは、えっと、あの今日,あの日経新聞とかでも、あの西澤和彦さん日本総研の西澤和彦さんがコメントをしたりされてますけども、うん、やっぱり、ね、そのかつては厚生労働省はそれでも、ねうん、財政検証をやるときには、標準的には多分これぐらいになりますという数字を示していたんですよね。うんうん、それがあの最近それを示さなくなって、うん、すごくうまくいくと、こんなもんですよっていうのを出してね、ごまかすと。うんうん、であの、標準的にはどうなりますかっていうのをわざと出してない。 っていコメントをされていて、うん、これもなんかその無責任なやり方の一つですね、うん。と思う、まあ経済運営はひどいからさ、なかなかそこは厚生労働省もかわいそうだと思うんだけどね、うん、それにしてもひどいよ、そうですね。思います。うんまあ、なので、だからこれはもう厚生労働省任せておくわけにいかないっていうのは全くその通りで、うん、でただ一方でこれ大問題はやっぱりこの政治の場で議論をすると、 いや,いや,やっぱりその専業主婦的に回せないよねとかね、うん、それからその高齢者のなんか支給年齢を遅らせるとかっていう議論やっちゃったら、まずいよねみたいなことを、うん、与党も野党もどっちもそう思いがちなんですよね、思いがちっていうか、そういう方向になりがちなんですよね。うん、で特に与党がま,ま,まつも改革しようとすると、野党が攻撃するっていうのが常だからさ、うん、だからヨーロッパなんかで行われてるように、こういう大事な一はさ、与野党でしっかりやるっていう体制作んないとダメだと思うよ。そうですねそうもうこれ あの幸いにしてなのか、なんなのか分からないけど、まあなんか、あのー、これまでのように、まあ、次の選挙がいつになるか分からないですけども、うん、その与党があの相当程度安定して多数を取っているという状況ではなくなる可能性が高いので、うん、まあそういった意味ではね、この超党派での議論というのは、多少やりやすくなるのかもしなそうだね、そうだね、まあ、そういう方向になってもらわないと困るなという気はする。うん あとは、あとは言い忘れもう一個あって、厚労省だけでやらしちゃダメだよ。やっぱりこれ税と社会保障を一体でやらないと。そうですね。当然増税の議論絡むわけだからさ。うん、そこ踏み込まなかったら、それは厚労省もなんかさ、こんないい加減な資産しかしないよ。うん、だからやっぱそこは税も絡めてやらないとダメだと思うね。で、増税は到底不可欠だからさ。うん。うん、そうな。ええ。 そうだか,かつてはだ、そういうその内閣府とかね、内閣官房とか、そういったところでその検討して、うんで、税と社会保障と一体で議論をするという枠組みが、それなりに機能していたんですけど、今、一応ね、全世代型社会保障会議とかってあるんだけども、全然そういうで、ね、<laughs> あのそうした議論がなされてない、ねうん、そうだから、与野党でちゃんと、えー、一緒にやるべきだし、役所の中でもさ、厚労省だけじゃなくて、財務省もしっかり参加してやるべきだよね。 うん、はい。これはそんなことですね。だから、これはちょっとね、あの、これから1年ぐらいで、またこの年金改革の議論が進められていくことになるんで、この夏から秋にかけて、うっとしっかり見ていかないといけないといね。はい。それから、えっ、ー、と、自民党総裁選。どうですか <laughs> なんか、い,やまあいろんな名前が出てきてですよ。高市大臣。 うん。あの、当出るんじゃないかと言って、まあ、コメントはありませんと言って、今のところ言及していません。うん。それ河野大臣も、うん、あの、麻生さんと会ったりとかって言ったことはされているようですが、まあ、今のところは職務最優先ですと。まあ、これはまあ大臣だから、それはそうですよねと。うん。それから、あと自民党の菅前総理が石破元幹事長と会食をして意見交換をしているらしい。まあ、そんなような話ですね。うん。うん まあまあだから、菅さんがえー大声出してから、やっぱこの総裁選の問題、岸田さんどうするか問題が盛り上がって、まあ、いろんな人がえだんだんいろんなことを言うわ、動くわっていうのをやりだしてるんだけども、まあ、本格化するのはさ、オリンピック終わってからでしょ。うん、あの多分どうせ今後、メディアを流ればさ、今は他にニュースがないからこういうのも報じてるけども、オリンピック始まるとオリンピック一色になりますと。うん で、終わって、まあ、お盆の頃から何もなくて、またこれが盛り上がると思うんだけども、でも真面目な観点で総裁選見ると、結局はさ、ポイントは簡単で、麻生さん、菅さんっていう2人の大御所が誰を押すかに尽きるんじゃないうん。それで構図は決まるでしょ他にもいろいろ多くの人は立つと思うけどもで、特に麻生さんが現職である岸田さんを押すのか。 または別の人に行くのかっていうのは、当然これ、岸田さんが出るかっていう判断にも影響すると思うし、だから結局は、麻生対菅で、うん、お二人がどういうお考えで、どういう行動をするかっていうのは一番影響するのかなっていう気はするけどね。うん、そうですね。まあ、多分だから、その、で、の二つを軸にしながら、<laughs> まあ、いろんな人たち出てくるんでしょうね。まあね、まあねで。で、いろんな人たちが出てきて、あのうん、政策論争をね、たくさんやりましたと。 いうことになるのはこれは自民党にとってはすごくいいことで、や,やっぱり自民党、活発に議論してるじゃないかと、なんかいろいろまずいなと思っていたけど、まあなんかやっぱりいいよという雰囲気になったところで選挙なんですよね、きっと。うんうんまあ、そういう意味じゃ、9月は立憲民主党の代表選もあるじゃん。うん、だから両方でちゃんと政策をしっかりさ、議論し合ってさ、そしたらこの両党の政策の比較もできるじゃん。うん、それが実はすごい意味があるのかもしれないけどね。 そうですね、まあだからこれ立憲民主党の政策論争ってどうすんのかな、ちょっとなんかもう想定ううもできないのよくわかんない。<laughs> うん、だから俺も全然イメージ湧かんないけどさ、でもそれがな,、うん、ないとおかしいじゃん。うん、まあ正直、でも都知事選なんか見ていても、政策の中身よりもなんか動画での印象とかそういう方ばっかりが優先され,る感はされてる感はあるけどさ、うん、でもやっぱり本来政策が一番大事なんだからね。だから9月の段階でそういういうに 世論の見方も変わってくれるかどうかっていうのも大事かなと思ってるんだけどね。ですね。まあ、だからその意味ではね、そのさっきの年金の話なんかもありますけども、この社会保障のね、うん、財政をどれだけそのあの持続可能にして、将来世代に負担を負わせないようにするのか、うん、まあ今でもその若い世代に負担がたくさんかかってるわけですよね。それをいかに軽減するのかっていう議論をね、うん、自民党の総裁選でも立憲もあのちゃんとやるべきなんだけども、そういうなんか政策論争の軸がまだ見えてこないですね。うん そうなんだよね、まあ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 、うん、夏からどういうふうになっていくかな。まあこのおそみじゃ年金の財政検証がきっかけで社会保障を本当に大丈夫っていうセロも高まってほしいんだけどね。うん、そうですね。まああとはだから自民党の中では、あともう一つはですよ、もうずっとあのこの間の通常国会の時も言っていたその外国人政策については、これもぜひしっかり議論すべきだと思いますね。うん、そうだね。 しかしなあ、まあ、どうなるか、この土地選見てると、本当に政策で論争になるのかって、心配になっちゃうからさそうですね、まあ、ちょっとそのへはまた後であの還元点のところで、少しそうだね。はい、それから後あとは、アメリカの大統領選、うん、見ました、このバイデン、トランプ。うん、見た、見た、見た、いや、なかなか。<laughs> あなんか、これ、バイデン変わりますかね。 だから、そこが難しいと思うわけですよ。うん、つまり、バイデンって、えー、アメリカの民主党の中で、えー、いわゆる極左に属するような人たちと中道の両方から、まあ、この人ならっていう最大公約数だったわけだ。うん じゃあ、バイデンが本当に辞める場合に、そういう民主党って実は、あの、本当の左から真ん中までいっぱいいる中で、みんなが、えー、この人でいいかって思うのが、えー、まあ、いろんな州知事とか候補にあるけどさ、本当に出るのかなと。うん。ま、あの、なんか、そういう、その誰もが押せる候補がいないにしても、まあ、このままじゃ絶対負けちゃうよねってなった時に、誰か変えざるを得ないと。うん。いう、あの、 ドライブはありますよ、ね、それで多分だからこ,このタイミングでこの討論会をやったこと自体民主党の中にも変えたい人たちがいるんだろうなという空気も感じますけども、うんままあ、変えたいと思っている人たちはたくさんいるんでしょう。うんうん、とは、えー、思うと。で、このタイミングが変えるギリギリであると。それは間違いないと。うん、でもじゃあ、えー、それで変えて 本当に、ええー、その人がトランプに勝てるかっていうと、やっぱり別問題だと思うんだよね。うん、で、これやっぱりさ、あの、トランプが、まあそれをカリスマ性っていう言葉で言っちゃいけないと思うんだけども、ええー、なんていうのかな、独裁者的傾向があるじゃないですか。うん、で、やっぱりこういう人ってさ、非常に強いんだよね。うん もうなんか、えー、まあ、単にトランプがこの、えー、不倫をめぐる裁判を全く全否定して、制度がおかし,、えー、おかしいみたいなことを言ってることからもわかるように、うん、こういう独裁者の人たちってさ、要は自分が全てで、多分周りのは、周りのは人っていうよりも人のも,ものに見えると思うんですよ。うん、で、要はあの全部自分が決めてそれで通るんだっていう強みがあるわけ。うん、でそれに対して、じゃあそういう独裁者志向の人に対して、理性がある人。 が挑んで、普通勝てないわけ、うん、これあの、やっぱりあの、精神科医の、ええー、やっぱり話なんかも聞いて思うんだけど、そういう独裁者的傾向ある人に理性がある人が挑んで、普通なかなか勝てないわけ。だから習近平とかプーチンも強いわけ。うんうん、だからそう考えると民主党で差し替えがあって盛り上がって、えー、差が縮まるのはいいかもしれないけども、現状結構それでトランプに勝つの大変じゃないのかなっていう気は個人的にしちゃうんだけど、どう あですかね、まあだけど、さすがにトランプ、もう一回のはまずいんじゃないのっていう人がどれぐらいいるかですね、アメリカに。うん。その空気がどれぐらい広がるかですねで今のサポーティングレッスンの比較から見てさ、うん、そういう人も一定数いるんだけど、それをオーバーライドする、トランプでいいやってる人も多いんだという事実が。そ,うねうん、それが、それをどう評価するか、アメリカの民主主義の後退、えー、と劣化というのか、または現実主義の考えというのか、うん、なんだか分かんないんだけどさ。<laughs> うん ただ、まあ少なくともこれで僕はトランプが勝つ外然性はより高まったよねと。うん、で、そうなるとトランプが勝った後のアメリカ経済、世界経済は大変だろうなと。うん、アメリカの中央銀行の金利コントロールも含めすごい大変だろうなると。うん、だから、あの、本当にね、勝っちゃった場合多分経済大混乱するんじゃないと思うそうですよね。いや、だから経済大混乱するし、や,やっぱりね、その、 民主主義を否定する行為をやってきた人だから、うん、なんかもうあの、ハンガリーみたいになっちゃわないかなっていう心配をします、ねうん、ありうるね、ありうるね。なんか相当危険なことをやりそうな気がするんですよ。うん、特に一気大統領を経験してるから、やり方わかってるはずだから、うん、あの周りの行政に詳しい人のアドバイスなんかは聞かないはずだからね。うん、だから、むちゃくちゃリスクあると思う。うん、だって 中国、中国からいうように60%、他全部10%の関税かけるという時点ではさ、めちゃくちゃだじゃん。うん、で、これやりながらさ、金利を下げようなんて大変なことになるじゃん。うん、だから、本当にスタグフレーションの可能性高まるなーっていう気はしてさ、うん、世界的にね。うんうん、だから、それ考え、で、安全保障もさ、当然めちゃくちゃになるでしょ。うん、だから、そういう考えると、本当は民主党頑張ってほしいんだけど <laughs> そうですね。まあ、誰が、 そのトランプ大統領になった時に抑えられるか。もうあの麻生さんに頑張ってもらうしかないという恐ろしい世界ですね、これはね。だからそれってさ、絶対難しいって思うじゃん。<laughs> 絶対抑えられないと思うじゃん。<laughs> うん。だから余計大変なんだけどね、うん。まあだけど他の国のリーダーでそれだけの人がいるのか、イタリアとかかな。もうなんかそういうところに頼るとなってくるも,もない、ね、それも恐ろしいよな、うん、だから、うん、個人的には、 ほら、あの、大統領選のこの、あの、候補者同士のディベートって本当は9月とかだいぶ近いタイミングじゃうん,うん,、うん。こんなに早くなりましたと。ね、どういう経緯で早く設定されたかわかんないんだけども、でも結局それをさ、えー、バイデンからもっと若い方に変えようっていう戦略的な動きが、えー、背後にあって、それで本当にすごい候補が出てきて、うんえー、それで一気に詰める、または追い抜くっていう感じを戦略的に考えていて、そういう風になるかどうかっていうのを見たいよね。うん、そうですね。うん まあ、この秋は、そういう意味ではあの、えー、日本もアメリカも、うん、まあ,あの楽、楽しみな、楽しみなっていうか、まあ、面白い動きのある時期ですね、うん、これね。うん。とは思う。とは思、えー、うん。はい。そんなことですかあとなんか今週ありましたかいや、何も覚えてないじゃん。はい。じゃあ、うん、そんなことですね。はいはい、はい。はい